オカール A。 はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではね、今月2回目のマリオカート8デラックス実況プレイやっていこうと思います。なんでね、急に今月ね2本目上げたかと言いますと、この動画がねアップされている4月27日この日がマリオカート8デラックス発売1周年でございます。おめでとうございますよっ。そう、2017年のね4月27日に、僕もね、パート1、まあ、タイトルちょっと違うんですけど、まあ、動画ね、マリオカート8デラックス実況プレイ1本目上げさせてもらった日でございます。そっからねもう1年ですよ。早いな。つまりもうスイッチがやっぱ1周年だからね、ゼルダもそうだったけど、いやまあね、1年経って未だにこうやって遊び続けてられるので本当に素晴らしいゲームだと思います。で、それではね、その今月先にやってもう1本目はこのバトルの方をやったんで、今回はねレースの方をやっていこうと思います。ちょっとさ、これ無理でしょ。ベビーパックみんな選びすぎだろ。12中8人ベビーパックってなんだ。もう運ゲーだ、運ゲー。こうなったらさあ行きましょう。まあ言うてね、よいしょ、僕も月1でしかこれ走ってないんで、毎回ね操作方法とかステージの感覚とかやばいんですよね。これよいしょ、3段階までやろう。 OK、 3段階までね、これ多分やったら伸びるな、やっぱりって思ったけど、やばい、軽量級有利だな、ここ。やっぱりいやー、これは軽い方がいいね。小回りとかミニターボもね連発するしね。お、いい感じ、いい感じに取れたよ。そして雷来ない限りこれしばらくいけるな。よいしょ、あのねメガホンも用意してあるんで、トゲゾーンバッチリでございますよ。さあさあさあ、ラップ5、あと3周、この調子いきたいね。くっそ、あ、でも2位のマリオも今ぶつかった。 OKOKOK、 マップ大事よ。前回のバトルでマップ全然見えなかったから。お、来るか、フッ、 OK。 さあ、ただ残り1ラップ残してアイテムがない。2つ取り、いいね。さあ、コインで加速してバナナ避けて、お、これいけるのでは。うっ、やばい、コイン取りたかった。待って、大丈夫だよね。ほほほほほほほい、いける、よし、来ました。おー、危ねえ、来ました。このね、運ゲーと言われるベビーパークで1位、いいね、幸先いいよ。そう、1周年だからね、ちょっとなるべく1位ね取っていかないとね。さあ行きましょう、ヨッシーバレー。なんか動画で走るの初めてかな、割と好き。ただね、細い道行かなきゃなんで、あれがね、この鈍ったテクニックでいけるのかどうか。まあね、行くしかないんすよ、1位狙いたいんでね。あそこのルート取るのは必然だからな。ここです、行きましょう、行ける、オッケー、よいしょ、ギリチョン攻める。今は1位だね、オッケー。だいたいみんなそのルート来るよね。さあ、ここからだな、アイテムがラッシュ来るの。いや、イン取ろう、よし、イン取って、そんな取れない、ここはコインだな。あれ、あ、これ来ないね。まあまあまあ、来ないに越したことはないでしょう。こまめにドリフトしていきましょう。お、ここはマジでいいんだな、よいしょー。3段いけるか、ダメだ、無理しないとこ。やべやべやべ、後ろ見すぎた見すぎた。コインコイン、うん、変えられないな、これちょっとバッチすぎる。ほっ、オッケー、安全に行きましょう、安全に。さあ、なるべくイン取ってね、このまま行けば1位取れるよ。ただね、独走しすぎるとね、アイテムがな。あ、待って、今アイテム変えればよかった。ミスターコインもチャージしたいんだけどね。どうしよう、コイン、いや、この次コイン取ろう、さっき取れなかったけど。取れていない、ほっほっ、オッケー。でコインとバナナね、オッケー。お、なんかだった、儲け儲け、やばい、アイテムないのバレた、キノコ持ったか、やっぱり。さあさあさあ、花ちゃんバギー、たぬきマリオさん、スリップストリーム来ないか、
どけよ。トゲゾーもね、可能性考えたけど、ちょっと目の前の欲に食らんちゃったな。この後に、またアイテム2個取り。あっといけそうか。あ、でもインク少ない。インクって言っちゃうね。インクって言っちゃうね。お、いや、だいぶおまわりになるな。オッケー。さあ、ここで、またアイテム2つ補充します。卵の内側取って。いいね。持ってこう。さあさあさあ、ちょっとひよって、ターンもしなかったけど、いけるのでは？マリオ、大丈夫。OK！ いいよ、安定してますね。安定してますね。さあ、2回連続1位でございますよ。珍しい。3つ1位いきたいね。さあ、1周年の動画最後のステージはねじれマンション。これもね、なかなか動画で走ったことないんじゃないかな。いきますか。よし。結構ね、ここ逆転されやすいイメージがある。ショートカットがね、キノコで簡単にいけちゃうから。よいしょ。あれ、ジャンプできない、ジャンプできない。待って、ジャンプできない、ジャンプできない。はぁ、くそ。やめて、やめて。やめて、あぶね、突き飛ばされる。よいしょ。サンナターボ。これ、アイテム2個もらおうか。見えない。いや、うん。取られると思って。お、バナナいいね。あ、当たった？違うか。ラグかな、これは。これ、イン取りましょう。これ、ルートどっち行けばいいんだろうね。2本に分かれてるときさ、クッパキャッスルとかでもそうだけど迷っちゃうんだよね。よいしょ。昔はね、ちゃんと調べたんだけど、今作あんま調べてないからな。よいしょ。あ、こう、2段いけたな、ごめんなさい。誰が弱ってるんだ。さあさあさあ、自分との戦いですよ。今のところ1位。アイテム来ない。ここね、さっきジャンプ見てたから。1で、1回だけ。いや、うまい！え、まあ、こう、強すないから当たり前か。とりあえずコイン補充し直して、詰まってるね、やっぱり。よいしょ、アイテム2個取られるな。別のところ行きましょう。3位。まあね、こ、やべ、ちょ、クセで使ってしまった。イン取って、あ、コーラ避けよう。お、待って、ブーメラン持ってるな、よかったに前出たくないな。え、キノコ使っちゃったな、頭悪いな。う、何？あ、そこでブーメラン当てられたか、うまいな。そっか、すぐ当ててこなかったな、そういうことか。いや、でもこれで3段階いきます。これ当たるな。2段階、いや1段階か。ちょ、変えたいな。あ、待って、使うタイミングミスった。これコインになっちゃうかな。トゲゾーナイス、当たるね。俺 OK、 いいね。赤コーラ取られた。うん、まあ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 、ここでガードが来てくれれば問題なし。さあ、コインとミドルコーラ OK。いいよ。よいしょ、イン取っていきましょう。このままならいける。もうね、トゲゾが飛んでこなければ、さっきのね、しずえちゃんが受けてくれたから。いいよ、いいよ。さあ、ラストスパート、ここ3段階いきましょう。ほい、ウルトラミーターボー、きたきた、よし、オッケー、3連覇。多分一年間動画やってきて、三つとも一位取れたの初めてじゃない？いや、これ嬉しいね。一周年記念で一位三つやりました。はい、ということで、マリオカート8デラックス。一周年記念の実況プレイ、見事一位三つ獲得しました。初めてですね。一年間やってきて、これ本当に嬉しい。なんか調子良かったから、もうちょっと走りたかったな。いや、でもね、ちょっとこの後、まあね、別の動画撮ったりとかいろいろあるので、今回ね、これで終わると思います。いや、やっぱりね、これフレンドさんとも話したんですけど、やっぱりマリオカートって面白い。うん。やっぱ昔のね、僕初代のスーパーファミコンからずっとやってるんですけど、もうなんか安定の変わらない面白さ、毎シリーズ毎シリーズね、結局やってることはレースなのに、毎回なんか新しいギミックとか入ったりして面白いし、ね、今作もクオリティやばいしね、うん。いや、本当にね、1年経って今こうやってずっと楽しく遊び続けていられるので、本当にね、素晴らしいゲームだと思います。ありがとうございます。なんでね、これからも実況プレイ、まあ、月1になっちゃいますが、続けていこうと思うので、ぜひ、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。それでは今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回以降も、2年目も、
よろしくお楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。